で世界最多勝利記録となる117勝以上を目指し戦ってきたジャイアンツもついには瀬戸際に立たされました。これまでの積み重ねもあってか勝ち以外の結果が許されるのはあと1回まで、引き分けたり負けたりっていうのはあと1回でもしちゃったら117勝以上を成し遂げるためにはあと全部勝たないと成し遂げられなくなりますから、もうギリギリです、ぶっちゃけ無理です、だから諦めた。今回は7月12日から始まる阪神戦の戦いをこれからやっていきますけども、勝ちとか負けとかもそういうのではなくて純粋に野球を楽しむその気持ちが大事だと思うんでね。両チームのオーダーこのようになっていて、相手なんと打順7番に北村がいるんですよね。これトレードで阪神に移籍したうちの北村ですよ。あんな能力の選手をスタメンで使わざるを得ないのが阪神なんやね。ちょっとかわいそうになってきたわ。まあ、せっかくなんでね、うちも阪神からもらったこの北条を今日はスタメンで起用してみようかな。同じ打順7番で二塁手。まあ、本職は遊撃手の選手なんで、ちょっとこの守備能力で二塁手守らすのは怖いですけどもね。まあ、ただ相手が起用するのであれば起用してみて、今日はその北条に注目してなりきりプレーで1試合目打席、ランナー、あと野手の守備もね、プレイしていこうと思います。まずはいきなり守備機会ですね。と言っても打球が必ず飛んでくるわけでもないですけど、極力飛んできてほしくないんですよね。守備能力を考えると、さばけへんからね。あらー、強い打球いきなり逆方向。え、ホームラン。なんと中野の先頭打者ホームランで始まるという破天荒なゲーム展開ですね、いきなりね。予想外すぎるっしょ。完璧に逆方向。こんな阪神におったよね、逆方向に運べる。それが中野だとは思わへんかったけどね。弾丸ライナーじゃないですか。ここまで巨人に来てから9の0ですよ。全くヒットは打てていない。中野がホームランを打つという衝撃的な始まりではあったけども、その後さらなる衝撃を生み出すことはできるのか。それを期待してちょっと起用したとこもあるからね。とにかくまずはジャイアンツに来てからの初ヒットを放つことだよな、この打席で。俺が注目してても打ててもないし、まあ、選手個人に任せても打ててもないんでね。この場面に関しても後ろに飛ばす競技だと勘違いしてんのかっていうくらいクソみたいな無様な凡退をかまして、これでジャイアンツに来てからの10打席目まだヒットはないですね。ほんで北村の打席が回るとこ、相手北村も三振したね。互いにひどいね、トレードで移籍した者同士ね。ほんで2点目まだ、3点目まで許しちゃって、で、丸にホームランが生まれたんですけどね。いや、もう先のゲームを楽しんでやっていくと言ったけど、負けていいわけではないからな、決してね。ここで北条ですよ。この場面で打つことができたらお前取ってよかったと思えるよ。それもホームランで出たら逆転のシチュエーション。それがいいな。それを求めてるな。それを出してくれよ。いや、出そうよ、北条を使って。来た！逆方向？逆方向？逆方向？全然伸びてない。ライトオーバーではあるかなと思ったんですけどね。スタンドまでも届かないし、ライトが取れる範囲にしか飛ばせない、その打力のなさ。お前を取ったメリットはここまで一切ないな。あれでいかへんってどんだけノーパワーやねんっていうね。ほんでまたこれ北村もあるとこね。その北村は三振でしたね。今日2打席連続三振中ですわ。互いにひどい部分しかさらけ出さなくて、あのトレードどっちもウィンウィンじゃねえなという結論が今この球場に確かあるよね。結局中野がホームランを打って以降、何の衝撃もなく、7回の第3打席目を迎えて、このまま行けばジャイアンツは負けそうで、ほんでいきなり負けてしまったら動画の冒頭で言った世界記録の話、まああれもね、そういうことになってしまうんで、もう別にどうでもいいんですけどね、そこは。逆方向、また打った、また打った。芯に捉えてる、完璧な手応えはある、でもアウトになる。どんだけ打力ないねん、ノーパワーやねん。もう何もできへんやんけ。相手も北村変わったね、エゴシ途中で送られましたとさ。で、ジャイアンツはこのまま負けるんでしょうかね。北条にもう1打席回るか。はい、また得点取られて、ので、北条に第4打席目が回りました。ここで打って何になるっちゅう話ですけど、せめてヒット1本くらい打ちましょう。とにかくお前を使って打ちたい。この打球抜けた。はい、これが北条のジャイアンツ初ヒット。甲子園球場で阪神相手に打つというリアルでは絶対見られない光景ですけど、ここにはありましたね。でもなくていいですよ、こんな光景ならね。もっと活躍してくれるのかな。少なくとも芯で捉えたらスタンドを運ぶだけの力はあんのかなと思って取ったんですけどね。で、その後のバッターがゲッツーを打ってチャンス潰されて、この試合負けて終わって、はい、これでもうこれ以上の敗北は許されません。あと全試合勝たないと世界記録を成し遂げられなくなりましたが、もうそんなことはどうでもええのでね。そんなことより北条を使って打てず、中野が決勝ホームラン、そのまんまチームが負けるっていうね。その展開がいらへんかったわ。何この始まり、完璧なホームランだったよね。まあ、次のゲーム以降別に起用しなくてもいいじゃないですかね。北条を使ってやることが俺は別に楽しいとは思えへんので、これから先は負けてもいいし勝ってもいいですけども、楽しい瞬間をねこのシリーズ作っていこうと考えてるわけですから。相手は次のゲームも北村を使ってきてます。それも北村状態絶好調になってるっていうね。次のゲームはチームのチャンスに注目して、オーダー等の変更はないですね。まあ繰り返しになりますが、北条はもうベンチで代打起用で、まあ代打で活躍してくれたらいいなと思ってる選手なんで、もともとさ、まあその代打でもヒット一本も打てずね、ようやく放ったけども試合が決まってる場面の一本でクソつまらん結果っていうね。ああいう選手なんでしょうね、北条という男は。たかが知れてるよね、阪神が。あの阪神が追い出す選手だもん。それをジャイアンツが取っちゃうっていうのがまずあってはならぬことで、いや、たくさん黒歴史ってこのシリーズでもあるし、これまでのジャイアンツ振り返ればありますけど、一番大きな黒歴史になってしまったかもしれないね。今からでも消したいわ。もう一回阪
阪神にトレード申し込んでみようかな。どうなるんだろうね、その場合ね。北村を取り返すため北条を差し出したら返してくれんのかな。いやこの試合で相手チームの北条を見た阪神はもう余計いらないと思ったんじゃないですか。だから絶対返却してくれへんでしょうね。まあ、このままいけば北条さんはクビですけどもね。今シーズン本当選手の枠を開けるためにも、あと年俸とかね、お金を動かすためにも、まあ、ああいう不要な選手って全部切り捨てていこうと考えてるんでね。もう少数精鋭で戦っていく予定ですから、来年2年目そこで世界記録を成し遂げるためにもね。もうその辺クビだらけになりますよ。でもそれでいいんですよ。いらない選手は本当このプロの世界に全く必要としてないので。若手、ベテラン、中堅、もういろんな世代のクビがそこにある。なかなかグロい現場になるんじゃないでしょうかね。まあそれよりも今は目先のゲーム楽しもうや。楽しもうと言うて1試合目臨んだけど楽しい瞬間何もなかったんでね。ここでもないなぁ。何もないなぁ。やっぱ野球って打たないと面白くないしね。その打つことがね、こういうチャンスでクソみたいな凡退積み重ねてできてないんじゃ楽しくないですね。本来的北村絶好調ですけど今日まだヒット1本も打ててない。せめてお前が活躍するところを見てみたいような気もするわ。あっちで頑張ってるんだなって思いたいんですよね。全然あっちで頑張れてないや。それを使わざるを得ない阪神はどんだけ弱いねんっていう、そういう感情になってしまってるよね。なんかトレードした意味を阪神側にも見出してほしいんですけど、今のところ互いに見出せてないっていうね。まああんなやつを使わざるを得ない阪神なんで、あんなやつでもマシだと思ってくれてんのかもしれないですけどね。ノーアウトランナー2塁でチャンスを迎えることができた。今日2安打打ってるが俺は打ててないっていうね。クソみたいな凡退積み重ねてる。ひどいね、ほんとさっきから喋りながら凡退しかかましてないっていうね。楽しくないな、ほんとね。もう世界記録とかほんとどうでもいいんで、そこはどうでもいいんで、せめて打つことができたらもっと面白いんですけどね。なんか全部おかしくなったんだよな、どこからかね。それだけ落ちるな。はい、オッケー。で、イチローの足などで余裕で、近本の肩なら帰れるでしょう。2点目ゲットだぜ。でも別に楽しくはないかな。もっと楽しい得点の取り方したいな。それってやっぱ一発じゃないかな。まあ、それで全てがなんか救われるか報われるかって言ったらそうではないですけどもね。ここ最近はほんとちょっと荒れたゲームとかも多かったですし。でもその一発があれば、なんかちょっとは気持ちがマシになるかななんて思えるんですけどね。今の球は本来なら運べるとこなんで運べないのかと言ったら何なんだろうね。理由は分からへん。この打球も落ち、落ちた。おお、当てたんなら取れよっちゅう話だけどもね。松井秀喜を迎えることができた。現在打率が収束して3割3分4厘になってるっていうね。阪神からしたらちょっと怖い数字でしょうね。そしてここで打つことは、地味な結果やな。犠牲ぐらいにはそれは十分なんだろうけども、これじゃないよね。いや、2点取って今は点差開けてますけど、全然喜びも感動も楽しさもそこにねえわって感じですけどね。チャンスは幾度となく来てるんですけどね。そこで全部凡退しとるからね。どうにかしたいな。はい、甘い。よかった。完璧な失投だったんで完璧に捉えることができた。特大の一撃。いやー、でもそんなに楽しさはないかな。これリーグ単独となって33本目ですよ。今松井よりも岡本の方が打ってるっていうね。同じ時代に松井と岡本がいて、岡本がリーグの本塁打王になる世界がここにあるんですよ。それを望んだかと言われたら別に望んではいない。そして世界記録は成し遂げられないこの世界も望んだかと言われるまで望んではいない。また後悔と反省述べている。いやー、もうやめよって。最近の動画全く面白くないでしょ、見てる視聴者的にも。やってる俺的にも面白くないんだよね。打っても後悔と反省が生まれてくるから結局何にも変わってないっていうね。楽しくやっていこう言うとるけども何の変化もないっていう。はい、でこの打球はどうだ。打てば楽しくなるんだ。最近取られた打球がいかないってことも多いな。だと単純に打ち損じることも多いし、これはしっかりと打ってね。さあ、取りまくるぞ、取りまくるぞ。嫌なことは全部打って忘れるタイプなんでね、僕は。松井秀喜でも打たないとな。この打球も抜けていく。どうだ、近本の方と勝負する。さすがにやめておこう。この後の岡本でもう一本打ちたいですしね。この際誰がリーグの本塁打王になっても構わへん。一の選手であればな。おいおい、それを真ん中に投げてきてくれたら俺が気持ちよくなれるんだから来いよ。いやー、それじゃなくてね、なんであの嫉妬だけだとそのインハイのギリギリのとこ来るねんっていう話でしょ。いろいろとおかしいよね。嘘にしか思えないよね、そんなものはね。中田の打球は抜けていく。それは良かったですけどね。7点じゃねえ。なんかね、もっとね、欲しいって思っちゃうんだよね。贅沢だから。北村、取るのか、そこは。まあ、取るでしょうね。それ取れなかったら逆にショッキングかな。そんな奴がジャイアンツおったんや。そんな奴を一軍登録しとったんや、俺たちって思っちゃうからね。まあ、取ってくれて良かったです。これで対阪神戦7勝7敗なんやね。五分五分ですわ。そう、実は今季阪神にいっぱい負けてるんで、これもまた後悔と反省になるけど、阪神戦でここまで負けてなかったらもっとゆとりを作れていて、少なくとももう負けちゃダメな状況っていうのは作られてなかったかなとは思うんですけどね。次のゲーム勝てば勝ち越し通算でね、ということになるんで、ちょっとチームのチャンスとピンチに注目していこうかな。オーダーに関しては先発が高橋優希、今季まだ一度も負けていないので君に決めた。まあ負けてないのは打線の援護があるからやけどな。で、吉川尚輝の状態が悪いな。これならば北条を起用してもいいかもね。相手も6番に北村を起用してますね。なんで打ってないやつを一つ打順上に上げたんやろか。阪神って本当面白いことしてくれるよね。何にも変えない、もしくは外していくっていうのが正解なの。ここに来て一つ上げるメリット何あんねん、オタクらに。気が
おかしくなってんのかな、まあわかんないですけども、まあそれが何か意味すること、それが結果として出なければいいですけどね。そもそも相手先発が藤浪晋太郎、まあ怖いっちゃ怖いですけどもね。何が怖いって、うちの選手が破壊されるんじゃないかという恐怖ですよ。例えばこのタイミングで一郎と松井が怪我させられたりとかしたら大変なことになるわな。あいで2番に入ってる佐藤輝明にホームランが生まれて、そしてその流れでピンチ来て、阪神キラー持ちの高橋優希なんですけどね、全然対阪神に抑えてるイメージ今シリーズにないけどな。なんか毎回打たれてるイメージだわ。それなのキラー能力ついてる、まあこれ元々ついてる特殊能力なんですよね。今後消える方が正解だと思うんですけど、まだついてるんだよね。なんでやろうか。はい、フォアボールもめんどくせえな、うっとうしい。こんなとこでつまずきたくはないんだよね。で、この後北村が来ますから、別に来てもいいけどな。はい、とてい坂本のいいプレイ、いいね、いいね。こういうプレイが生まれると楽しくなっちゃうね。完璧なプレイを見せることができた。ほう、とりま、北村を迎えなくてほっとしてるかな。なんか流れもあったんで、正直怖かったんですよ。ここで迎えることが。でも大丈夫ですよ。おい、岡本のホームラン。本塁打、岡井戸ぶっちぎりかと思ったらまた1点入るっていうね。だから君の阪神キラー能力嘘だろ。まあ、これ北村に打たれた流れで失点許したんちゃうか。デッドボールですね。で、それが得点につながっていて、勝ち越し点の方も含まれるという、この北村に。何をしとんねん、お前。阪神キラー嘘だろって。何ぶつけとんねん。今日は相手にぶつけられることを恐れてる一日なの。こっちがぶつけてどないすんねん。まあ、実はですね、藤浪自体のデッドボールは多くても、阪神自体はそんなデッドボールを与える球団ではなくて、逆にね、巨人の方が多かったりしますからね。この流れで藤浪を打席に迎えた。今の打球も北条取らんとあかんけどね。吉川尚輝の感覚でやっとったからさ、ちょっと取れないことに驚いたわ。吉川尚輝だとあれ余裕で取れますか。でも北条だとあれ取れへんねん。かぁ、鬱陶しい。選手やめんどくさい。選手や、お前がいるメリットなんて一切ねえじゃねえか。ここまでよ。これまでも、ここからもよ。今もよ。何もない。この選手どないすればええねん。やっぱ首を切り落とすのが正解でしょう。取った意味は最後まで見出せそうないですね。この阪神を相手にしたとして。例えばこの動画、阪神戦で北条が活躍してくれたらよかったんですけどね。今の守備おかしかったよね。俺が操作したわけやけど。いやもう吉川尚輝なら普通に取れてるとこお前でやったらあかん。吉川尚輝の感覚でお前操作したらもうなんかいろいろぐちゃぐちゃになってまともなプレイかませへんようになるわ。マジでひどいね。存在する意味はないですよ。この世で最も必要のない存在の一つですね。松井秀喜のホームランによって1点差詰め寄るも余計な失点があるからまだ負けてる。今日勝てば勝ち越しなのにね、また負けそうになってるっていう。なんだろうね、この阪神に対しての苦手癖はね。不自然と勝てないわ。例えばヤクルト相手に負け越すだったりとかならわかるんですけどね。実際苦しいゲーム展開も振り返ればヤクルト戦の方が多いですから。阪神戦ってね、そんなに苦しいゲーム展開ない印象なんですよ。どっちかといえばなんかあっさり負けることの方が多いかな。なんか得点が不自然と取れなかったりね。1点だけで負けたりとかね。まあこれはど真ん中シュート投げとるからね。特大の一撃のホームランを放たれて、どこまで飛んだ ?144m も飛ばされるんやね。佐藤輝明の23本目が生まれる。まあ生まれる息を投げたのはこっちですからね。確かに投げましたからね。まあ3点差なんでね、まだチャンスを広げてくれるのであればひっくり返せないことはないんですけど、そこで打たれるやからがいっぱいうちにはいるんでね。もうこの辺の首もいっぱい切り落としていく予定だ。ドライチとか若手とか関係ねえからな。覚悟しておけ。必要のない選手は首にしていく当然な義務だろ。いつだってそうだろ。どの会社だってそうだろ。働かない奴は食うべからずという言葉があるんですよ。今のジャイアンツにはそういう言葉がふさわしい奴がたくさんいるね。この流れで北村を迎えましたよ。打たれることなくね。こいつに打たれることは今一番屈辱的なこと。実際打たれることもなかったしね。やっぱ互いに活躍することなく終わりそうやね。で、チャンスもなく、9回かな。じゃあ9回ね、ちょっとプレイしていきましょうかね。このまま負ければ本当に世界記録はなくなるんで、できればそれを阻止したいなと思ってますから、9回のイニングこれからプレイしていきたいなと思います。岡本から始まるところ、相手守護神の岩崎が出てきてますが、スタミナも若干切れかけだし、状態も悪いしね、前の試合投げてることもあってから連投なんでしょうね。打ちやすくあるぞ、これはね。でもね、簡単に追い込まれて、簡単に三振して、世界記録がなくなるまであと2つのアウトということになりましたね。めっちゃいいとこ投げてくるね。何のミスもないって感じっす。もうここ投げられてる限りは俺という人間打てませんからね。あの外野フライも打てなくなりますから。ここが見逃す人間なんでね。打ちに行こうとは思わない。もう打ちに行こうとは全く思わない。思考が死んでますからね。ここは手出ないんです。でもここだと打てますから、一発返してさ、これで点差2点差ですね。こっからひっくり返す展開があったらそれは熱いですよね。できれば、さ、この流れで北条に回ってきたが代打はない。あるわけないだろ。ここで打つためにね、逆境丸も発動してるでしょ。だから取ったんですよ。本当にお前ってやつはね、何のために打ちに来たのか意味がわかんねえ。もう出ていけとも思わへん。別にどうでもいいやもん、ほんと。で、最後打ち上げてゲームセット。
ットで試合終了。はい、というわけでこれで本当に世界記録がなくなりましたとさ。でももうそれはいいんですよ。今まだ優勝狙えるうちにつけてるのは確かですから、残るゲームを消化していって優勝しましょう。こっから先は優勝することを目標にそれを楽しんでいこうと思います。はい、そしてこれと同時に山本由伸のトレードまたまたひっそりと断られましたね。あの選手たちじゃ取れなかったということだ。そらそうでしょう。あんなもので取れるとはまたまた俺は思っていない。だからここから先はお金の力を使って取っていきましょう。何の恥ずかしげもなく金銭トレード。そして山本由伸がもらってる年俸が37,000ポイントですよ。この金額を払うことによっておそらく高い確率で取ることができる。それでも取れなかったらちょっと上乗せするのもいいと思います。55,000ポイントあるんでね。でもできれば全額使いたくはないんですよ。ちょっと助っ人選手とかあと他に取りたい選手っていうのがねいるので、だからこの額で山本由伸を取れればいいかな。まあ何はともあれこいつはもう絶対取りますから、これで取れなかったらまた金額を上乗せして取ろうと思いますのでね。はい、このトレードを申し込みました。おそらく答えが返ってくるとき、それはね山本由伸がジャイアンツに入団したとき、トレードの返答が返ってくるのを気長にゆっくりと待ちましょう。ということで今回阪神戦の戦いが終えたのでこれにて終了し、次回7月15日の広島戦から日程進行を始めていきます。今回の結果を受けて今後の語りは来年2年目をプレイすることが確定となりましたけども、今後も興味があれば次回以降の動画も見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。